もう一つの幸せ論、小林誠観。第一章、喜ばれる存在になる。地獄度 100% とは孤独なこと。天国度 100% とはその180度反対にある良き仲間に囲まれること。恨みながら死ぬと死んだ後もつらい。世の中を呪ったり恨んだり、友人がいない、親しい人がいない、誰からも愛されていないという想念を持ちながら死んだ場合、死後の世界でもその想念と同じ状態、孤独地獄に陥ります。死んだ後になっても自分を愛してくれる人も頼りにしてくれる人もいない。温かい言葉を投げかけてくれる人も、優しく接してくれる人もいないという孤独地獄が続くのです。肉体がなく痛みを感じない状態である魂の世界において、孤独地獄は地獄度 100% の状態と言えるでしょう。恨みながら命を絶つと魂にとって最も悲しく辛い状態が待ち受けています。天国度 100% とは。では地獄度 100% と180度正反対にある天国度 100% とはどのような状態なのでしょうか。地獄度 100% が分かれば、その対極にある天国度 100% も想像できると思います。天国度 100% とは、孤独と180度正反対である状態、すなわち良き仲間に囲まれている状態を言います。良き仲間とは、自分の喜びを一緒に喜んでくれる人、あなたはあなたのままでいいと言ってくれる人、同じ方向を向いて同じ価値観で生きている人、同じ話題を同じように笑顔で話せる人、喜ばれるように生きている人、不平不満を口にせず常に感謝をしている人のことです。愛情に満ちた良き仲間に囲まれ、そこに自分が身を置いているだけで楽しくなることに気がついたなら、もう孤独ではありません。天国度が 100% になります。天国度 100% とは、成功を勝ち得たり、社会的地位を手に入れたり、達成目標をクリアすることではないと私は思います。営業ナンバーワンになったり、高級車に乗ったり、豪邸に住んだり、成績を上げたりすることが天国度 100% なのではありません。たとえ何億円もの年収を手に入れたとしても、良き仲間を持たず自分の力しか信じなければ、その人を待つのは孤独な世界でしかありません。繰り返しますと、天国度 100% とは、競い合ったり比べ合ったりすることでも、努力目標を達成することでもなく、同じ価値観を持つ良き仲間に囲まれることなのです。良き仲間とは、あなたはあなたのままでいいと言ってくれる人々。良き仲間がいれば努力や頑張りは必要ない。天国度 100% とは、良き仲間に囲まれること。このことが分かってしまった小林誠観は、365日天国にいることになります。では、天国度 100% の人間はどういう心持ちなのかと言いますと、ディズニーランドに行きたいと思ったこともありません。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行きたいと思ったこともありません。プレイステーション3をやりたいと思ったことも、Wii をやりたいと思ったこともありません。本当はやりたいのだけど我慢しているのではありません。全くやりたいとは思わないのです。なぜなら、良き仲間に囲まれているからです。私は毎日、これ以上の幸せがない状態で生きていますから、
〇〇をやりたいという思いを持っていないのです。あなたはあなたのままでいい。あなたはそのままでいい。そのままのあなたが好きと言ってくれる良き仲間に囲まれているので、努力して頑張って何かを成し得ようとは思わないのです。外的なものを身につけても幸せにはなれない。例えば両手両指に合計10個の指輪をはめている人がいたとします。総額1億円。でもこの人は温かい友人に恵まれず、寂しいからこそ指輪をはめているのかもしれません。1億円の指輪をしていなければ、周りから評価されることも関心を引きつけることもすごいと言ってもらえることもない。だからこれ見よがしに指輪を見せつけるのでしょう。外的なものを身につけなければ自分は評価されないと思い込んでいる人がいますけれど、外的なものを身につけることでしか評価されないとしたら、それはとても孤独で寂しいことではないでしょうか。あなたはあなたのままでいい。そのままのあなたが大好き笑顔で話しかけてくれる良き仲間に囲まれていれば、豪華な指輪は必要ありません。ブランドのバッグは必要ありません。着飾る必要はありません。すごいと言われる必要はありません。見栄を張る必要はありません。一流企業に入社する必要はありません。出世の階段を駆け上がる必要はありません。良き仲間は何も身につけていないそのままのあなたにこそ優しくて温かい眼差しを向けてくれるからです。宇宙には投げかけたものが返ってくる、投げかけないものは返らないという法則がある。投げかけたものが返ってくる。では良き仲間に囲まれるために私たちは何をすればいいのでしょうか。良き仲間に囲まれるためには、はじめに自分から投げかけをすることです。私は宇宙には投げかけたものが返ってくる、投げかけないものは返らないという法則があることに40歳の時に自分で気づきました。お釈迦様も、殺す人は殺され、恨む人は恨みを買う、また罵りわめく人は他の人から罵られ、怒りたける人は他の人から怒りを受けると説いています。この法則は物理学の作用反作用、仏教の動反動と同じこと。つまり、愛すれば愛される、愛さなければ愛されない、感謝すれば感謝される、感謝しなければ感謝されない、嫌えば嫌われる、嫌わなければ嫌われない、憎めば憎まれる、憎まなければ憎まれないということになります。仲間になってほしいと思う人を見つけたら、その人が笑顔になってくれるように、つまりその人がありがとう、嬉しいと喜んでくれるように自分から投げかけてみましょう。そうやって喜ばれるように生きていくようにすると、やがて相手からもあなたの良き仲間になりたいと思われるようになります。幸せの語源はなし合わせ。お互いがこの人に喜ばれたいと投げかけ合い、してあげ合う、なし合うことによって、自分一人が喜ぶ喜びよりもはるかに大きな喜びを感じることができます。老子の言葉に、成人はため込むことなし、ことごとく持って人のためにして、己いよいよ有し、ことごとく持って人に与えて、己いよいよ応し、幸福を呼び寄せる世界の名言、浜野出版という一節があります。老子もまた、
人に与えることで自分自身も豊かになっていくということを悟っていたのでしょう。人生の目的は喜ばれる存在になること。人は一人で生きていると人ですが、喜ばれるように生きていくと人と人の間で生きる人間に変わります。人の間で生きるということは、自分が必要とされているということです。人間の生きる目的は欲しいものを得たり何かを成し遂げることではなく、人の間で喜ばれる存在になること、ありがとうと言われる存在になることに他なりません。発する言葉や表情など、その人の振る舞いが周りを喜ばせるものになっていれば、投げかけた結果として周りの人があなたにとっての良き仲間になってくれるでしょう。教え合い、学び合い、交換し合う良き仲間に囲まれたなら、それだけで天国度 100%。 頑張りも努力もいりません。ただ喜ばれることを続けていけばいいのです。